アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、今シーズン、打っては46本塁打、投げても9勝を挙げ、二刀流の選手として、メジャーを席巻する大活躍をしてくれました。さらにシーズン後には、満票で、アメリカンリーグの MVP を受賞し、日米を熱狂の渦に巻き込みました。そんな大谷選手のことを、敵地であるニューヨークのメディアである、ニューヨークタイムズが、異例の特集を組みました。アメリカのファンからは、ニューヨークタイムズなのに、エンゼルスの記事を書いたぞ。それだけ大谷が、とんでもない活躍をしたってことだよね、といった反響が寄せられていました。大谷選手の衝撃が、本拠地のある、アメリカ西海岸だけではなく、全米にも及んでいることがわかる出来事でした。アメリカどころか、世界一の高級紙として知られているニューヨークタイムズが丸々1ページを使って大谷選手の大特集を組みました。ニューヨークタイムズのスポーツ部の編集者であるベンジャミン・ホフマン記者が自身のツイッターで、大谷は単なる二刀流の選手ではない、大谷はベーブ・ルースになる可能性を秘めた二刀流のスターなんだ、肉体的にも精神的にも鍛えられた大谷は以前とは様変わりしている、ヒットを打った後にガッツポーズを見せ、三振を奪った後に吠え、同僚のマイク・トラウトのホームランに手を振って喜んでいる。大谷は昨年の4月メジャーに来てから初めて外野の守備に就いた。その試合では7回を1失点、10奪三振と好投し、8回からライトの守備に就いたのだ。大谷は本当に信じられないことをやってのけているとツイートしました。このニューヨークタイムズの編集者のツイートにアメリカのファンからは、素晴らしいツイートですね、大谷は間違いなく毎日見るべき選手だよね、とてもクールな記事だといったコメントが書き込まれていました。大谷翔平選手の勢いが止まりません。昨年日本やアメリカで連日話題になりましたが、メジャーで異例の二刀流選手として大活躍をした和製ベーブ・ルースに対して、アメリカの高級紙であるニューヨークタイムズが、大谷選手のアメリカの野球史に残る偉業を称賛する特集記事を掲載しました。大谷選手は100年ぶりの偉業を達成した。野球の神様と呼ばれたベーブ・ルースは死後72年経って再び脚光を浴びている。そのスピードは時速99マイル、約159キロに達しているかもしれないし、119マイル、約 191.5 キロに達しているかもしれない。前者は世界トップクラスの速球を誇るロサンゼルスエンゼルスの大谷選手が、先発投手として7回を10奪三振と好投したヒューストンアストロズ戦で出した最高球速である。後者はカンザスシティロイヤルズ戦で大谷選手が2点タイムリー2塁打を打った時の打球速度である。どちらの記録も怪物たちがしのぎを削るメジャーリーグにおいて一線を画す成績である。往年のメジャーリーグのようなセピア色の写真の時代を思い起こさせる。この並外れた二刀流の選手である大谷選手は、2018年のシーズン前に日本からポスティング制度を利用してメジャーリーグにやってきた。そしてエンゼルスが期待した通りの大活躍を見せている。大谷は会見で、過去2年間は怪我に悩まされました。2018年のオフに右肘のトミー・ジョン手術を受けて、2019年には左膝の手術も受けました。さらに2020年にも前腕の怪我もしました。メジャー1年目のシーズン後半は投げることができませんでした。僕は二刀流をやるためにメジャーに来ました。それが大きなモチベーションになっていますし、二刀流がメジャーでもできるということを証明したいんです、と話している。大谷選手は2021年、見事に怪我からの復活を果たし、北海道日本ハムファイターズ時代やエンゼルス入団当初の自分自身を縛るルールから解放された今、大谷選手は自由に自分らしさを存分に発揮している。本当に爽快だとエンゼルスのジョー・マドン監督は語った。マドン監督は投手を降板した大谷選手を
ライトに移動させて、守備につかすという異例の措置を取った。それは、大事な9回に、大谷選手を打席に立たせるための、作戦だったのだ。大谷がやっていることは、かなり特別なことだと、エンゼルスを退団したアルバート・プホルス選手は、退団直前に語ってくれた。日本版ベーブ・ルースと呼ばれる大谷選手は、昨年4月のテキサス・レンジャーズ戦で、ホームラン数でリーグトップに立ちながら、投手として先発登板をした。これは、アメリカンリーグとナショナルリーグの、両リーグの選手として、1921年6月13日のベーブ・ルース以来、約100年ぶりの出来事となった。大谷選手は、失われた時間を、早急に取り戻そうとしているように見える。2018年には、アメリカンリーグの新人王に選ばれた、大谷選手だったが、肘の故障で、10試合の登板にとどまり、投手としては、51と3分の2イニングを投げて、4勝2敗、防御率 3.31、63奪三振という成績で終えた。それでも打者としては、指名打者として104試合に出場し、打率2割8分5厘、出塁率3割6分1厘、長打率5割6分4厘、22本のホームランを打ち、61打点を記録した。2019年は、肘のリハビリをしつつ、指名打者として、2018年と同じような数字を残した。そして、流行り病の拡大で、60試合に短縮された、2020年のシーズンは、本当に情けなかったと、厳しい自己評価を下している。投手として復帰はしたものの、2試合の登板で、防御率 37.80 という成績に終わった。アストロズ戦では前腕を痛め、2回42球を投げたところで、マウンドを降りるなど、厳しい戦いとなった。打者としてはプレーを続けたが、打率1割9分という成績で、シーズンを終えた。大谷選手が不振だった理由は、論理的に説明ができる。流行り病の影響で、2020年のシーズンは、マイナリーグが中止されたために、大谷選手は、マイナーでのリハビリ登板ができず、いきなりメジャーリーグの打者と、対戦することになってしまったのだ。前腕部の故障のため、打者としても打席で、フルスイングができなかったのではないか、という見方もある。それでも大谷選手は、2020年のシーズンの後、決意を胸に日本に帰国し、下半身を鍛え直し、基礎体力を強化した。血液検査で、エネルギー源となり、疲労回復に役立つ食品を調べ、それまでの食生活も見直した。代理人であるネズ・バレロさんは、大谷選手とよく話し合い、コンディションを見直して、調整していこうと話したんです。すべては、大谷選手自身が決めました。シーズンオフのトレーニングが本当にうまくいったので、大谷ルールを封印して、もっと試合に出場して、どのような結果になるのか見極めよう、という感じになってきました。そして、2021年の2月、アメリカのアリゾナ州にある、エンゼルスの春のキャンプが行われる施設で、大谷選手、エンゼルスの新 GM に就任した、ミナシアンさん、マドン監督、それから大谷選手の通訳を務める、水原一平さんが参加したキャンプ内の会議で、投球日の前後の日だけでなく、投球当日も、打者として、スタメン起用することに決めたんです。大谷選手は、日本でやっている時から、投手として投げることに集中するため、それから、疲労を回復するために、登板日の前後は、打者としても、試合に出場しませんでした。投手として登板する当日も、バッティングをしないことも含めて、このルールは、2018年にエンゼルスに移籍してからも、続けられていたんです。そのルールを、2021年の春のキャンプの前に、廃止することを決めたんですと、話してくれた。エンゼルスのミナシアン GM は、エンゼルスでの私の仕事が、選手に制限を課すこととは思っていません。選手たちは、プロのアスリートで、素晴らしい仕事をしてくれています。大谷選手のようなレベルに到達できる選手は、ほんのほんの一握りの選手だけです。大谷選手のような特別な選手に、制限を課すということなど、私には、全く意味のわからないことでした。
と話してくれた。このように世界的な高級紙として知られているニューヨークタイムズが大谷選手の大特集を掲載しました。大谷選手には今年のシーズンも昨年のように怪我をすることなく思う存分活躍してほしいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。